ですね、この辺ね。辺の景色とは全然関係ないんですけどね、今ね愛知県でね、愛知トリエンナーレっていうね、まあ芸術の祭典やってるんですけどね、まあそこでね、いろいろ問題物議をね醸してるね、表現の自由展その後っていうね、まあグループ展っていうんですか、があるんですけどね、また再開するってね、昨日先日からまたね再開することにねしたそうでね、まあちょっとね何を考えてるんでしょうって感じですよね、本当。国がね、文部科学省ですか、国が補助金を支給しないってね決めて、まあ名古屋市もね、河村市長も反対を異を唱えてね、まあ名古屋市もまあ支払って事前に払ってる分以外のねこれから払う分は国に歩調を合わせるっていうことがね言ってましたけど、それが普通ですよね。表現の自由とはいえね、その公的機関、公的資金をね投入してね展示する展示物としてそぐわしいかそぐわしくないか、そこですからね問題になってるのは。朝鮮の慰安婦をね並べて、どういう反日プロパガンダですか、反日プロパガンダのためにね日本が日本の税金を使うなんていうことはねありえないですよね。知事はね、愛知県知事はそれに対してね、まあ実行委員長だかなんだかあれですけど、とにかくやりたいんでしょうね、形式通りに。それはね、間違ってると思いますよ、やっぱりね。もう一個の展示ね、昭和
和天皇の家、昭和天皇をねの写真を燃やして踏みつけて、そういう映像をね、これの一体何が芸術なんですかこれね。人を不快にさせることが芸術なんですかね。そう、本当ね、こういうことを芸術ってね。天皇のね写真を燃やしてね踏みつけるなんていうことはね、一つも芸術なんてね感じませんけどね。それどころか苛立ちを覚えますよね、本当に。そんなことをしている人にね、何かね検閲とかね、そういうことをね大村知事はね言ってますけどね、要は検閲して、自分が検閲をして中止にしたみたいな風にねしたくないっていうようなねニュアンスで、まあ作家からね叩かれる矢面にね要は立ちたくないのか、これが芸術だからって何でも許されるのかってね。その芸術家の方が、まあ、お金を払ってね、お金を払って、まあ、自分でね自分たちでギャラリーを借りて、やる分にはね問題ないでしょう。まあ、そこにね税金が使われるっていうのはね、問題になってるだけでね。じゃあその税金がおりませんよってなったらね、今度は作家側がボイコットみたいなね、作品を出さない、他のね作家たちとでね、もう全くなんかねおかしいですよね。私もね生まれがもともと愛知でね、愛知県生まれで、愛知県のねデザイン系の専門学校も出てますんでね、愛知県でデザイン博とかね、そういう美術芸術に関してはね、大変力を入れてるところがあるんですよね、もともと。
なんかせっかくでもそういう場を使ってね、ああいうことはしてほしくないよねって思っちゃいますよね。トリエンナーレについてね、ちょっと苦言を言いたかったので、今回はこれにてね失礼をいたします。さあ、では皆さん、また動画の方よろしくお願いします。失礼します。